仮面ライダー、それはただの都市伝説ではなかった。私が目撃した衝撃の真実。よし、なんかいい感じじゃん。あれ、ケンザ君、何か探し物手伝おうか。いや、いい。よかった、こっそり借りたのがバレたわけじゃないんだ。最も強いカテゴリーエースの力を借りて、人間は仮面ライダーに変身する。誰でもライダーになれるわけじゃない。エースアンデッドとの融合ケースというものが問題になるらしい。仮面ライダーはアンデッドが封印されたカードの力で技を発動し戦う。キック、サンダー、マッハ、3枚のカードによるレイドの必殺技はライトニングソニック。変身。橘咲夜が変身する仮面ライダーギャレ。人間がアンデッドを封印するために作ったライダーシステム第1号である。ドロファイヤー。ギャレンの必殺技バーニングディバイト。ジェミニ、分身のカードを使うのがポイント。変身。相川はじめが変身する仮面ライダーカリス。仮面ライダーは2枚以上のカードを同時にラウンすることでより強力な技を発動することができる。フロート、ドリル、トルネード。カリスの必殺技スピニングダンス。体を高速回転させて敵にドリルキックを浴びせる。変身。上条睦月が変身する仮面ライダーレンゲル。封印されているアンデッドが強ければ強いほどカードのパワーも強くなる。ワイト、ウィザード。レンゲルの必殺技はウィザードクラッシュ。猛吹雪で敵を凍らせて凄まじいキックを食らわせる。アンデッドは死なない。カードで封印することでしかその活動を止めることはできない。封印前のカードはプロパーブランクと呼ばれる。すでにそのカテゴリーのアンデッドを封印している場合は何にでも使えるコモンブランクを使う。高級アンデッドを封印したカードによりブレイドはジャックフォームを手に入れ。ちょっと剣崎くんは？え？いきなり私の部屋に入ってきたのよ。ヒロシさんの部屋に？それは命知らずな。ただいま。剣崎くん、僕は君のことをヒーローとして語り伝えようとしていたのに。なんだよ二人とも。それより小太郎、俺のベルトまた勝手に持っていっただろう。いい加減にしろよ。ちょっと剣崎くん、いくら探し物って言っても剣崎くんが二人。うわっ、お前何者だ。そんな、待て。お
前は一体変身アンアップカードでラウズアブゾーバーが起動ジャックをラウズすることでブレイドはジャックフォームへと強化変身するそしてキングのカードは13体ものアンデッドと融合したキングフォームを生み出すのだサンダースラッシュハイドリスラッシュロイヤルストレートファッシュああ俺のリモートのカードのおかげで勝ちましたねいや俺のジェミニーだいや俺のジェミニーで今分身したじゃないかちょっと待ってくれどうして俺が本物だって分かったんだ反応がワンテンポ遅れた方がお前だトライアルの方が人間より反応が早くて的確だからだなるほどでもあれで俺が鈍いみたいじゃないか違うのかうん、俺は人間を助けたりはしないこうして今日も平和は守られたのであっただが
仮面ライダーたちの物語はさらに激しさを増していくのだ。解放された残りのアンデッドを追え。頑張れ仮面ライダーブレイド。